一体何が起こったんだ。コロニー落下は阻止できたと聞いたが、これでは失敗したのと同じ。滅亡を免れただけ良かったとでも言うのか。それだけじゃない、何かが起ころうとしている。この胸騒ぎは一体、これは何かの破片だな。ここで激しい戦いでもあったのか。一体どれだけの人間やレプリロイドが犠牲になったんだろう。待てよ、これは。ついに完成したぞ。この冷静な僕があまりのことにおかしくなってしまいそうだ。いけない、これからなんだ。今までこの僕の研究を理解すらできなかった奴らを、そう、この世の下等なレプリロイドたち全てを僕の元に服従させるために。できる、できるぞ。レプリロイドだけの理想の世界、僕が全てを支配する素晴らしい世界が。XX 目を覚ませ X、今はお前しかいないんだ。お前が戦わなければ誰が戦う。早く目を覚ますんだ X。 X、 起きて、巨大なメカニロイドが暴れているの。詳しいことは後よ。現場に急行して。Hey!
ボール無駄だ。デスボール無駄だ。デスボール無駄だ。残ったレプリロイド諸君、すでに知っておるかと思うが、今各地で不可解な現象が起きている。我々はその現象をナイトメアと呼ぶことにした。それは人間っていうところの夢、いや悪夢に似た幻をレプリロイドに見せることによって混乱させ、ひどい時には暴走を始めたり、自らをデリートしてしまうこともある。先のスペースコロニー落下事故により地上に残されたレプリロイドも人類もあとわずか。もうこれ以上犠牲を出すことはできない。今度こそ地球存亡の危機に関わるであろう。そこで事態を重く見た我々は、ナイトメア現象の謎を解明すべく、疑いのある8つのエリアに調査員を送り込んだ。何せナイトメア現象はあの名を馳せたイレギュラーハンターゼロ、彼の亡霊が原因であるという情報もある。なんだって、勝手なことを。待って、 X、 最後まで聞きましょう。さて、ここで勇士を募るとしよう。我々と志を共にする者たちよ、力を貸してもらいたい。この8人の調査員のもとに集え。我々の目的はナイトメアの撲滅、そしてゼロの亡霊を消すことである。未来なお、このハイマックスが調査員のリーダーとして参加しておる。我らのところに来れば身の安全は保証しよう。イレギュラーハンターもレプリフォースも今や壊滅状態。未来は我らと共に自らの力で守ろうではないか。待っているぞ諸君。ふざけてる、ゼロのことをそんな風に。みんなを救うためにゼロは命を懸けて戦ったのに。今は何を言われても仕方ないわ。ゼロの姿をしたナイトメアが目の前に現れたのよ。私たちも調査する必要があるわね。ナイトメアの正体を。今はアイゾックやハイマックスのことは放っておきましょう。疑いのあるエリアって言ってたけど、一体どんなところなんだ。調べられないか、エリア。激しい電波障害が起こっていて、
ここからでは調べることができないわ。なら乗り込むしかないな。直接ナイトメアに触れることができるかもしれないし、さっきの調査員っていうのも気になるしな。ナイトメアか。危険が伴う任務になりそうだ。正体を突き止め、被害を最小限に抑えなければならない。奴が言っていたように、これ以上レプリロイドを失う許されないか。 X、 とりあえず一度戻ってくる。了解、直ちに戻る。分かったの、ナイトメアの正体が。ナイトメアは人工的に作り出されたウイルスよ。レプリロイドに取り付き、 DNA データや思考プログラムなどのメモリーデータを書き換えて狂わせてしまう。場合によってはその強力な力で外見自体変えてしまうこともあるよね。まだ完全に解析できたわけじゃないから、そのあたりは全く分かっていないの。でもここまではイレギュラー化とほぼ変わらないわね。ああ、ほとんど同じだ。ナイトメアウイルスの本当の恐ろしさはこれからよ。取り憑かれたことによって暴れ出したように見えるナイトメア現象、実はあるコードを入力すれば自由に操ることができるようになるの。ナイトメアの本当の狙いはレプリロイド滅亡ではなく支配することだったのよ。それともう一つ、取り憑かれたレプリロイドがシステムを書き換えられるとき、耐えきれず死んでしまう場合があるの。通常のウイルスなら一緒に消滅するはずが、とても強力なエネルギーを持つナイトメアはレプリロイドが死んでしまった後でも単体で生き延びることが可能なの。ただあまりにもエネルギーが強力すぎて、特別なワクチンプログラムなしで直接ダメージを与えることができる。シグマウイルスより駆除するのは簡単かもしれないわね。一体誰がこんなことを。こんなものを作り出せるのは彼しかいない。昔私の同僚だったゲイト。あの調査員たち8体のレプリロイドは姿形が全く変わってしまったものもいたけど、昔彼が作ったもの、
とても強力なレプリロイドだったので誰かが利用しているんだって思っていたんだけど、ナイトメアのプログラムのことも考えると彼以外ありえないわ。そのゲイトはなぜこんなことを？それは私がゲイトと同じレプリロイド研究チームにいた頃のこと。彼の作ったレプリロイドは全て優秀だったわ。彼以外では解析できないほどの高度なプログラムが使われて、その働きは想像を超える成果を収めたの。でもその性能の高さは危険だと考えられ始めたの。そんな中、課題を無視して危険な行動をとるようなレプリロイドも出てきて、彼の評価は下がっていってしまった。それでもゲイトは自分の実力を認めてもらうため、さらに高性能なレプリロイドを作り続けたわ。もちろん上司の命令を無視してね。そしてある日、事故と見せかけて彼の作ったレプリロイドたちは処分されてしまったの。上司の命令だったわ。その時私も何体か。そんなに危険だったのかい？いいえ、そんなことはなかったの。ただ彼の作り出すプログラムは高等すぎたのよ。解析できない部分が多くて使用するのが難しかったの。それだけのことで？俺だって未だに解析できない部分が多いのに。言いにくいんだけど、彼は最強と呼ばれる X と0、あなたたちを目指していたの。究極のレプリロイドが簡単に解析できるようなものではまだ偽物だって。だから彼が作ったプログラムは誰にも解析できないほど高度なものになっていったの。私なんかよりはるかに優秀だったのに、課題をそつなくこなした私の方が昇進。ゲイトの実力は誰にも認められることはなかった。それからゲイトは孤立していき、こう言い残して去っていったの。必ず見返してやる。自分の実力を理解できない下等なレプリロイドを全て支配してやるって。彼の認める高性能のレプリロイドだけで理想国家を作る。それが彼の野望なのよ。ナイトメアはまさに彼の実力を理解できなかった者たちへの復讐。彼の憎しみの心そのものなのよ。止めるよ、そんな野望は。もうこれ以上レプリロイドの犠牲を出すわけにはいかない。そんな時じゃないんだ。人とレプリロイドと地球の未来のかかった本当に大事な時なんだ。ええ、一刻も早くゲイトの計画を阻止しましょう。彼を止めなければナイトメアもなくならないわ。分かった。ゲイトを探そう。シルバーサルダイ。Ah!
ちょっといない間に俺も落ちたもんだ。こんなおもちゃと一緒にされると。ゼロ、ゼロ、生きていたんだね。X だって生きてるじゃないか。だいたいシグマごときにやられてたまるか。そうだろ。探したんだ、データ反応もパーツも。何も見つからなかったから。だから心配かけたようだな。ダメージが完全に回復するまで身を隠していたんだ。その間にこのおもちゃが世間を騒がせてしまったようだから。さあ、感動の再会はここまでだ。ナイトメアを何とかしないと本当に取り返しのつかないことになるぞ。今レプリロイドが全滅すれば復興作業ができなくなる。そうなれば人類、いや地球そのものが危うくなる。行くぜ X、 ナイトメアをぶっ潰してやろう。ああ、今はみんなが力を合わせないといけない時なのに。俺は絶対に許さない。行こうゼロ。
を見切ってみろ。甘いな。